とありがとうございます。ありがとう。アップルウォッチのベルト買えた。え、そう、買いました。夏だから夏だからそろそろ透明にした。そう、ずっと替え時が迷ってて、もうちょっと暑くなったらでいいかなと。可愛いでしょ。ちょっと欲しかったんですよ。そう、でもずっと前からあったんですけど、ちょっとまだ早いかなと思って2ヶ月ぐらい温めてたやっと買いました。こんばんは。でも夏だけです。そう、夏っぽい。これを冬にしてたらちょっとあれかなと思って。そう、ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。今日めっちゃ寝てめっちゃ寝たしさ、なんか何もやってない。今日本当にやばいかもしれない。明日リハなんですけど、ゼップの。やばいかも。踊らないと。やばいやばい。こんばんは。こんばんは。12時ぐらいまで寝ました。12時間は寝てないけど、10時間ぐらい寝たかも。めっちゃ寝ちゃった。寝すぎましたね、完全に。夜はこれからの感じなんですね。うん、でも夜じゃないとね、集中力がね上がんない。てかやろうっていう気にならないくなっちゃった。本当になんかここ最近、ここ 1,2 年で。そう、12時とか超えないとよしやるぞっていう気になれなくて、な、午前中は、午前中とかはなんかお昼とか、まあ、夕方とかはゆっくりしたいその分夜頑張るためにいろいろ携帯見たりとかするのが好きです。こんばんは。別に寝ないと覚えれないから、そう、ちゃんと寝るけどちゃんと寝るけど、でもちゃんとなんか、なんていうの、ここまで覚えたら寝ようとかは決める。いつもこの曲を覚えれたら寝るとかそう、それは決めてますね。こんばんは。ゼップの一般先着のために早起きしました。おお、そっか、一般は先着なんだ。そうだ。どうでした結果は。みんなゼップ名古屋来るの？もうあと1週間後ぐらいですけど、来るんですか？みんな楽しみですね、とても。こんばんは。割と福岡もすぐなんだよねそう、割と福岡も割ともうすぐそこって感じで。こんばんは。先着チケット秒でなくなって。あ、そうなんだ、すごい。でもそんなもんなんだ、やっぱ一般の一般チケット。こんばんは。ギフトありがとうございます。あ、そう、選挙行きました今日。そう、今日行ったよ。お父さんとお母さんと私で3人で行きました。そう、去年が行けなくて、私去年から行けたんですけど、本当は。そう、去年はね、泣く泣く行けなくて。そう、今日行ってきたよちゃんと名前書いてきた。もう行ける年なんだね。18なんだよね。もう今年19だし、行けちゃいます。
そう、去年はそう、トーク会とかぶってたの、ハロウィン。そう。まあそうならないように期日前投票しなさいよっていうことでしょ、でも。こんばんは。ありがとうございます。ありがとう。そう、なんかすごいなんか新鮮な気持ちでした。そう、なんかさ、行ってきましたみたいなさ、なんかやりたかったけどさ、がっつりさ、地名入っててこれダメだと思って載せれなかった。 そう、これはやばいなと思って、そうやめちゃった。 そう、がっつり入ってたわ。でも行きました、ちゃんと。そう、全モザイクになっちゃう。 全モザイクになる。こんばんは。リップ透明感あって可愛い。これはショールーム用のリップなんですけど、これですね。これは中ちゃんが誕生日にくれました。こういうやつか。 こういうやつですよね。 こちら、これは公園とかはつけないんですけど、ショールームでつけます。こんばんは。さっきピアスつけた。可愛くない？これ、さくらんぼ。これはファンの方がくれました。公園とかでメイク崩れないように工夫してること。ないんだよな。でもね、マスカラめっちゃつける。あとまつげパーマいきます。まだ行ってないけど、今月、先月、5月21ぐらいに行って、もう行ってないからもう下がりまくってやってるんですけど、そう、行きたい。まつげパーマ行くともうずっと1年前ぐらいから月1ぐらいで行ってるんですけど、まつげ下がんなくなる。おすすめ、まつげパーマ。まあ、場所によって値段とかは違うと思うけど、行くのはありです。全然。そう、本当はゼップ前に行きたかったんですけどね。そう、行きたい、行けるかな。そもそも予約取ろうとしてないからさ、予約しなきゃ。結構ね、そう、メンバーマツパ行ってるメンバーめっちゃ多いですね。そう、めちゃめちゃ多い。行ってみては？女の子は特にメイク時間かかると思うんですけど、まつげ時間かかるじゃん。私ビューラーがめちゃめちゃ苦手だったから、そもそもね、まつげ上げるのがすごい苦手だったんですけど、マツパはビューラーいらないから
神です。こんばんは。あ、でもこの間、昨日だ、昨日の公演でアイライン落ちたんだよね。そう、アイライン落ちました、昨日、汗で。でも途中で書き足した、ユニット終わってから書き足しました。こんばんは。実はね、マスカラはね、どれだ、これですね、これ。これは下地です。まつげ、これを塗りまして、これ塗って、最後これ、最強です。でもマスカラって難しいよね。試験です。本当だ、試験マーク、ありがとうございます。スキーホテルとチームスチクル好きです。こんばんは。マスカラリムーバーって言って、まつげ用のメイク落としがあるんだけど、それしないとまつげが抜けるから、マスカラリムーバーもした方が良きですね。マスカラ塗ってる日とかは特に。こんばんは。下まつげにマスカラ塗れないのかな。下まつげむずいよね。ゆずもめっちゃさ、できないもん、いつも。できる日はできるけど、できない日全然。もう下まつげがそんな長くないんだよな。難しいよね、下まつげ。でもなんか鏡をこうやって下に持ってやると、多分やりやすい気がする。わからん、私。やりやすいやつ、やりやすいやり方なのでちょっとわかんないけど。こんばんは。今日は昨日の公演と昨年のゼップの大阪のアーカイブ見てました。おー、まだ見れてない、リハ終わったら見よう。こんばんは。好きなダチョウやってますよ、みんな。嘘つきなダチョウと制服。めちゃめちゃ懐かしいよ。こんばんは。早く来ないかな。こんばんは。制服レジスタンスもね、着ようか迷いました、トーク会で。そう、トーク会で着ようか迷ったけどやめちゃった。なんか全身見えての衣装かなと思って、上半身だけじゃちょっとつまんなそうだったからやめた。やめた。
こんばんは。でも次シングルのトーク会があったら、夜風の仕業は絶対切るって決めてるのと、あとアメピとか、アメピ来たいな。アメピ来たい。こんばんは。あとは何がいいかなって考えてます最近まだいつあるか分かんないけど、そう、夜風の仕業めちゃめちゃ可愛いんだよね。なんかね、めっちゃありました。イヤリングもあるし、ブレスレットもあるし、ネックレスもあるし、なんかいろいろ。枯葉のステーションとかは、枯葉やったことないんだよね。枯葉ね、そう、トーク会で切れるのはね、着たことある衣装じゃないと切れないのよ。そう、だから枯葉はやんない、私がやらない限り一生切れない、多分。か、もう生写真で発売とかじゃないと一生切れません残念ながら。まあ、カレハのステーションはさ、もうやる機会がまずないじゃないですか、多分ね。もう全員の生写真が発売されるか、私のカレハ、私がカレハのステーションを歌わないと聞けません、聞けませんじゃない、切れません。こんばんは。だから言っちゃえばよ、夜風の仕業を切れるのはだ、もう限られてるってわけですよ。あ、チョコの行方はやったことあるんで切れます。チョコの行方かわいいよね。確かにかわいい。生写真の衣装もカウントされる。そうだよ、生写真も OK です。でもそれが解禁されてたら OK だけど、解禁されてなかったらまだダメ、ネタバレになっちゃうからね。来たことある衣装だけなんだね。そうだね、わざわざフィッティングしなきゃいけなくなっちゃうから、さすがにそれは衣装さんたちが大変なので、そう、自分が来たことある衣装だけ。あれ好きだな、アニバーサリー制服みたいなやつ。あのさ、恋落ちフラグの衣装わかります？あの赤、紺色か、紺色と赤の制服みたいな、あの総選挙の18年の総選挙の時の衣装めっちゃ好きなんですよ。かわいい、あれめちゃめちゃ好き。あれ可愛いよね、大好き、あの衣装。でもあの衣装自分のやつないんだよね、だから毎回誰なんか違う人のやつ着てるまだ研究生だったからさ、自分の研究生衣装しかない。初訪問多めですね。ありがとう。ありがとうございます。いや、2種類どころじゃない、6種類。あるはずですね。形がね、ちょっとずつ違うんですよ。ああいう、他7か8ぐらいあったはず。わかんない、とにかくいっぱいありますね、あの衣装。なんかね、セーラー服っぽいのとかもあるし、そう、めっちゃあるんだよ、あれ。なんなら今のエスコアの頭の衣装も4種類あるから、あれ4種類あるんだよ。
言うとあれ、こんばんは。深いよな、可愛いよね。シャツは一番最初の衣装、赤の衣装で、8月がね、8月がなんだっけ、あれだ、ユニットの衣装です。ユニットの嵐からの隠れ場所の衣装ですね。可愛いやつです。割ともうすぐですね。なんかもう時が経つの早すぎてやばいわ。あっという間。こんばんは。リボンがめっちゃ可愛いです。ユニットのやつかな。そう、あれ一人一人ね違うんですよ。リボン可愛いよね。ルーちゃんがねカチューシャっぽいやつで、そうめっちゃ可愛いの。うん、試験のことだ。ありがとうございます。 SK48 TMS の石黒ゆずきです。こんばんは。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。早いよね、もう。もう7月かってなってるもん。早すぎ。もう今年始病やん。という間だな。もう七月からのもう全部。いや本当そう、もう一週間しかないのやばいし、まだ鉄道も覚えてないし。見てた昨日の夜。でもなんとなくやっぱ覚えてる自分がいて、なんか怖くなりました。もう2年ぐらいやってないのに、まだなんか頭の中じゃあ自分がいて、なんか嫌だった。なんで声出てたわけじゃない気がするんですけど、でも出てたんだろうな、きっと。天才ってことよ。ロープと火曜水曜以外はもう頑張れそう。ちょっとロープの方がね怪しかったけど、火曜水曜は割といけそう。サビ同じだから。
そう、なんかもうこんなふりあったなっていうさ、もう懐かしい記憶でしかなさすぎて。嵐からの隠れ場所の隠れ場所ってシェルターって役なんだ。そうですよ。I wanna be your shelter from the storm って言ってる。片言。片言英語になってしまった。そう、でも。I'm lonely。You are lonely. I'm miss you.こんばんは。そう、シェルター、これも最後のポーズも、これ隠れ場所って意味だし、そう、これなんか嵐から守ってますよみたいなポーズだって、これプリエイトボーイさんが言ってました。そう、こういうポーズですね、最後。そう、そうらしいです。で、最初になんかサビでこう、たとえあれ来る波にっていうところがあるじゃん。あそこは急にパッて横向く意味は、横の端の方にいるファンの人って結構油断してるじゃないですか。こっち向かないかなみたいな、なんか普通に見てるだけじゃん。だけどパッて横向く理由は、あ、目があったって嬉しくなるように、最初は横をこうやって見るんだって。そうってクリエイトボーイさんが言ってました、これも。そう、やっぱさ、その油断しがちな横の席の人たちをちゃんとパッて見てそう楽しませるっていう。そう、やっぱ真ん中までよ。真ん中の人たちって結構見てる。そう、見えないじゃん。だからちゃんと見ててね。こんばんは。あとね、なんか落ちサビは、私は歌われじゃないんですけど、あのシンデレラみたいに歌うらしいです。ゆっくり歩いてくるらしい。って言ってました。やってたけど、そう、シンデレラみたいにやるんだって。こんばんは。いらっしゃるのかな。しました。すごいなんか厳しそう。しましたよ。若者まだ全然小学生の頃とかなんかついてってたんですよね、投票しに行く時とか。
長すぎてすごく嫌だな。帰りにお寿司食べてたのかな。いや、今日はあれですね、あのお刺身食べました、お家で。お刺身食べました、美味しかった。投票済みの票もらってきました、もらってきました、もらってきたよ。わさび食べれるよ。わさびないと嫌なぐらいわさび好きですね。めっちゃ好き。メンバーで行った時にさ、夜ご飯でさ、ささみ、塩ささみ、美味しかった。そう、ルーちゃんがこれは優勝だって言ってました。美味しかったです。ルーちゃんもあの見た目してわさび好きなの意外だよね。無理そうなのにわさび食べれるらしい。こんばんは。あとなんか明太子ささみみたいなもう優勝って言ってました。優勝らしいです。焼き鳥って美味しいよね。どっちかにしてくれと思ってた。明太子つけたら大概美味しい。いや本当にそれはそう。私はだから福岡行ったら明太子絶対食べるって決めてるんだ。絶対でね。あと甘エビ丼が食べたいです。そう、美味しそうだった。写真見たら二十歳になったら焼き鳥でビール、絶対に美味しいと思います。いいな。福岡楽しみ。こんばんは。甘エビ丼のビジュやばかったんだけど、もう罪やばかった。美味しそうすぎて。福岡は前乗りして観光してきます。いいなぁ。ゆずも全泊も後泊もしたいなぁ。後泊2日ぐらいしたいなぁ。もう1回目はね、本当にできたばっかりの時に家族で行って、2回目は最近行きました。1ヶ月前ぐらいかな。1ヶ月前ぐらいだな。1ヶ月前ぐらいに来ました。
コーヒー飲めたんだっけ。ブラックは飲めないけどカフェオレはいけます。でも 甘いカフェオレは最近もうダメになっちゃった。ちょっと苦いぐらいが好きな大人になっちゃいました。HKT48 で劇場行ったことある？ないです。他のねグループの劇場行ったことないんだよね。出張公演とかもした経験がまずなくて、 AKB さんもないし NMB さんもないし、ほんとどこもない。なんかこんな感じって見た目はわかるんですけど、みたいのはあるんですけど、そう、もともとファンでも何でもなかったので、そうグループ入る前とかは、AKB は見えづらかった。ありますもんね、柱がある。想像以上に邪魔。そうなんだ。それそんだけ言われると行ってみたさしかないんだけど実際にどんな感じ。SK 劇場知ってるとなかなかですよ。そうなんだ。SK 劇場見やすいよ。いや、私もほんとステージ立ってる側からするとマジでほんとに見える。ファンの方はめちゃめちゃ見やすい。まあ他のさ、劇場に立ったことがないからあれだ。安い。SK は段差があるからいいよ。確かにね、段差あるの結構大きいよね。段差がないと本当にさ、もうマジで座高が高い方とかが前に座ったらさ見えんくない振りも動いてるし。さんは競りありますよね。あるよね、あるイメージ。ないの？競り故障中とかなんか怖っ。いや、競りってほんと危ないじゃん。普通にさ足とか挟まれちゃうからさ、マジでいつもヒヤヒヤしてる。怖すぎて怪我させるわけにはいかないと思ってそう、競り壊れるとかあるんだ、怖っ。いや、まあ挟まれたことはないけど、ガチで怖いよね。
そう、本当に危ない、本当に危ないよ、セリは。本当にめっちゃ本当に言われるもん。だって本当に危ないから本当に気をつけてねって本当に言われるの。セリだけは本当に気をつけろよって言われる。セリの上で踊るだけで怖そう 怖くはないけど、最初はでもマジで怖かった。なんか動くんだみたいな、ほんとなんかそんな感じだったから、そう、分かんなかったけど、めっちゃ怖い。そう、なんかレッスンシューズで踊るのとはさ、やっぱ違うじゃん。なんか衣装の靴で踊ったりとか。踊ってる最中に動くのちょっとハラハラする。確かになんか見てる側からさ、したらさ、なんていうの、いつ動くか分かんないから怖いよね 私結構一番上まで上がるってなると本当に結構上がるから、劇場のセリとか特に確かに怖い。頭はつかんけど、本当に高いよ、結構。結構高い。私の身長だからかな。わかんないけど。なんか劇場のセリとかよりも、本当にコンサートとかで、2階とかの方の高いところの方がちょっと怖かったりする。なんか2階で踊るメンバーとかもさ、下で踊ってるメンバーよりはまあ少ないけど、まあ、20人ぐらいいるわけじゃん。でさ、そこで詩人のジャンプとかしちゃうと、まあまあ揺れるわけよ え、怖っと思いながらやってる。別に壊れる心配とかじゃなくて、結構なんかドーンって揺れるんですよ、ジャンプすると。しかも詩人のジャンプって結構さ、そう、ヒュンってやるわけ。そう、だからめっちゃ怖いんだよね。コンサートとかでセリはあんまりないけど、なんかほんと2階ほんとに揺れる。あとなんだっけな、どこだっけな、ほんとに1回ほんと狭って思った花道があったんだよね、コンサートで。どこだっけ、埼玉スーパーアリーナとかかな、めっちゃ細くて高くて。結構焦った記憶ある。なんかもう細すぎて、そう、めちゃめちゃ細かったし、高いし、なんじゃこりゃと思いながら走ってたな。懐かしい。足震えたもん、リアルに SSA マジで危ない。 SSA だっけ、でも本当になんかこんなのありって思ったことがある、一回。めちゃめちゃなんか細すぎて、入学式かな、多分そう、なんかめちゃめちゃ細かったんだよね。なんだっけな、目か、ワンツースリーフォーよろしくかな、なんか踊った時に結構危なーと思いながらやってた。いや、でも危ないよね。そっか、花道があるステージとかは、コンサートとかね、そう、怖い、ヒヤヒヤしてますいつも。とか、なんか下が透明とかさ、たまにあんじゃん。怖いと思いながらやってる そう、別に高いところ別にさ嫌いじゃないし、全然得意な方だからいいんですけど、いや、もしなんかあったら怖いなと思いながらやってます懐かしい。SSA とか今考えたらすごすぎない？ すごいよね、埼玉スーパーアリーナって。
めっちゃすごいじゃん。花道で2列になったダンスとかありました。うわ、あったわ、懐かしい。それこそほんとワンツースリーフォーとかさ、もうそんな感じだったよね。やば、超懐かしいじゃん。なんか昔さ、すごい選抜メンバーの方がさ、一列になってすっごい高いところまで上がってさ、不器用太陽とか歌ってなかったっけ。私すごいなんか見た記憶があるんですけど、記憶違いかな、何かの。すごいなんか覚えてんだよね。すごいメンバーが怖がってた記憶がめっちゃあるんですけど、何かのコンサートでやってなかったっけ。すっごい高いところまで上がってさ、一列でさ、不器用太陽を踊なんか歌ってなかった。SSA かな、それももしかして。すっごい高かった記憶あるんだよね、めっちゃ高かった。あとよく卒業コンサートでありません、高いとこまで行くみたいなあるよね、高いとこまで行ってさ、すごいね、神々しいみたいなどこだっけ、でもどっかの会場で絶対やってんだよね。そう、私が見た記憶があるから絶対やってる。あ、そう、まさなさんのイメージめっちゃあります。すっごい高いとこまで登るなと思って見てた自転車とか乗ってるの見てて怖かった。確かにめっちゃ危なくないめっちゃ危ないよね、普通に考えて。めっちゃ覚えてるわ、私も花道走りました、狼とプライドで逃げた、まさなさんからめっちゃ全力ダッシュした記憶あるわ。チリさんがゴンドラに乗って登っていくの見てて怖かった。あー、なんか鳥かごみたいなやつでしょ、あれも危ないよね。いや、なんかしっかりしてるさ、ものだからいいけどさ、普通に危ないよね危ないよ。そう、そういえば昨日なんかチリさんが出てたドラマ見た。なんか見たことある顔だと思ったらチリさんでした何の名前か分かんなかったけど、なんか夜ご飯食べながら見てた。そう、最近はガチで豆腐にハマってるので豆腐ばっか食べてるんですけど、昨日も1個食べた、豆腐美味しかったです。中京テレビだっけ。そう、多分中京テレビ。そう、今ほんとさ、選挙のテレビしかやってないじゃん。なんかさっき録画見てた。木綿と絹どちらでもいい。絹の方が好き。なんかでも物によりません？料理にもよるよね。ユダでもそのまま食べるのが好きだから絹の方が好き。美味しいよね豆腐って、無限に食べれちゃう。こんばんは。でもすき焼きとかに入ってる豆腐とか大好きなんだけど。麻婆豆腐とかも好きですね。豆腐だっていいんだよな。いつもお家で食べるやつ辛すぎてさ、よくお茶飲んでお茶でお腹いっぱいになってるあるある。
き焼きはね、あれが好きですね。角麩とか好き。美味しい。角麩とかも好きだし、春菊とか美味しい。すき焼き食べたいな。別になんか毎日じゃなくていいから、月1ぐらいで食べたい月1ぐらいでいいから。月1でも多いぐらいかな。なんか本当にたまーに食べたいな。うん、試験の方だ。ありがとうございます。 SK48 チーム S の石黒月です。こんばんは。ありがとうございます。今はね、味噌煮込みうどんが食べたい。今日テレビで一瞬見てから、もうずっとそれが食べたくて仕方がないです。角麩愛知だけだっけ。なんかそうらしい。私は全国のものだと思ってたけど違った違うらしいです。私の勘違いだった。美味しいのに角麩。39分じゃん。45分になったら終わろう。角麩愛知に行った時にお土産に買いに行った。へー、そうなんだ。角麩お土産とか初めて聞いたんだけど嘘。角麩ママがめっちゃ好きなんですよ。めっちゃ美味しい。まあ別にそれだけだ、なんか単体だと味がないから、何かに入ってるんですけど、フェザーはもうすき焼きのイメージしかなくて、角麩といったらすき焼きっていう、もうそのセットなんですけど、めっちゃ美味しいんですよ角麩。食べてほしい。りょうた、ありがとうございます。ありがとう。お腹空いてきた。うん、ちょっと。でも私は焼き芋食べたいので食べます。この後焼き芋大好きなんですけど、なんかドンキの焼き芋が一番美味しいらしいです。熊崎さんがなんかだいぶ前に言ってたけど、まだ買ったことない買わなきゃ。そう、熱弁してました。一番おいしいんだってドンキの焼き芋が。いつもなんか忘れちゃうんだよな。こんばんは。劇場の向かいに行かなきゃ。いや、ほんとそうだよね。逆にあそこのドンキあんま行かないんだよね。なんか近すぎて近すぎて行かないんだよな。用事がないわけじゃないんですけどね。そう、劇場の向かいのドンキはガチで行かない。行ったことないレベルで行ったことないです。こんばんは。前髪が何もかかってる気がする。つけなかっただ。チームスの石黒月です。こんばんは。ありがとうございます。あそこは電池買いに行く場所、便利だよね。さすがにめちゃめちゃいい場所にあるなっていつも見て思ってる。スイートポテトも美味しい。食べたことある。美味しいよね。もう何年も食べてないや。食べよう今度。私よくドトール行くんですよ。ドトールでよく朝ごはん食べてる。そう。
そう、最近ハマってんの。ドトールで朝ごはんを食べることにハマってます、ここ1ヶ月くらいここ1、2ヶ月くらいドトールめっちゃ行ってる。そう、ホットサンドがおすすめです。ドトールも行ってるので、ドトールも行きますね、よく。豆乳ラテが美味しい。そうなんですか。私いつもさ、アイスティーかさ、アイスカフェラテしか頼まん。なんか私が行くと通るさ、店員さんが元気良すぎてさ、なんか朝よく行くんですけど、なんかモーニング一つみたいな、めっちゃ叫んでくれるんだよね。いや、そこまで叫ばんでもって思ってさ、いつも聞いてる、聞き流してあげてるけどもう店内に響き渡っちゃってんだよ、その声が。そう、めちゃめちゃ声大きいなと思いながら聞いてるそう、別に朝だし、そんなさ別に元気じゃなくていいよなと思いながら聞いてるけど、そういつもその人なんですけど待って、ラーメン屋かやってめっちゃおもろい。でも本当にラーメン屋来たんかなぐらいうるさいそう、朝からやめてほしい、うるさいですそう、いつもその人なの、しかも接客がね。そう、まあ朝から大変だなと思いながら。そう、そう、めちゃめちゃ声大きいの大変そうです。45分だ、そろそろじゃあ終わろうかな。ありがとうございました。明日は1日リハーサル頑張ってきます。ではまた明日。明日も、明日平日か、明日から平日か、やだね。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。バイバイ、また明日ね。ありがとうございました。バイバイ。